トニー・バンクスはイングランド出身のロックミュージシャン、キーボーディスト、同国を代表するロックバンド、ジェネシスの創設メンバー、グループ以外にソロアーティストとしても活動している。2010年、ジェネシス名義でロックの殿堂入り、プログレッシブポップ路線というジェネシスの音楽性の変化の中で、トニーのキーボード演奏、アレンジは常にその中核を担っている。 長いバンドの歴史において常にステージの右側にキーボードの要塞と共に陣取り派手なパフォーマンスこそ見せないがジェネシスサウンドにおいて重要な役割を果たした一部の楽曲ではアコースティックギターを演奏している姿も見られるジェネシス以外でもソロ活動や映画サウンドトラック制作あるいはバンクステートメント及びストリクトリーインクというグループでの活動も行ってきた ジェネシスのメンバーであるピーター・ガブリエル、フィル・コリンズ、マイクラ・ラザ・フォードラのソロ活動はすべて大成功を収めたのに対し、トニーのソロ活動はセールス的にあまり成功しなかった。2004年、クラシックのレーベルであるナクソスより、以前より構想していたオーケストラ組曲のセブンをリリースした。ライブにおいてはほとんどポーカーフェースで淡々と演奏をこなしているが、 1976年のコンサートでは、珍しく嬉しそうに演奏している姿が見られる。また、マリリオンのフィッシュとの共作、ショートカットツーサムウェア等の一部 PV では普段ファンの前では見せないお茶目な姿を披露している。クラシックの作曲家のショスタ・コービチ、マーラーの影響を受けている。ジェネシスにおける、トニーのソロパートなどには、顕著に現れている。デビュー当初は、 攻撃的なトーンのハモンドオルガニや、短微的なピアノ、コーナー、ピアネットによるアルペジオが目立つ。スティーブ・ハッケットの勧めにより、メロトロンを導入してからはこれを多用するようになる。ここぞという盛り上がりで分厚い和音を奏でるスタイルは、多くの更新キーボーディストに影響を与えた。1973年のアルバム、月影の騎士から、アープシンセサイザーを導入。 同時期の奏者と比べて柔らかなトーンを多用し、変拍子にきっちり乗せた側引きをよく披露していた。この中期ジェネシスのステージでセットされていたハモンドオルガン、アルミ、エレクトラピアのアーププロソロイスとメロトロン M400 アトニーを最も象徴するサウンドを生み出していた。そのほぼリフォニックシンセサイザーやサンプラー、ヤマハ c P-80、 デジタルシンセなどを時代に合わせて導入していくが、独特のコード進行やアレンジのセンスは一貫しており、彼自身とジェネシスの音楽性を保ち続けた。反面、緻密なアレンジゆえに徐々にギタリストの居場所を奪っていき、ハケット脱退につながる。ありがとうございます。